茶漬けの一パック少なくね、うん、え、一パックってどういうこと？このお茶漬けのさ、あのこれ、うん、紙の、うん、紙のね、あの中身少なすぎじゃない？あのマジで？え、俺むしろしょっぱい飲むよ、いつもね、うん、あの、あれは入れるよ、あのおせんべいはいいよ、だからいや、おせんべいはまあ、わかんない、全然あの、緑の粒子でしょ、緑の粒子ぐらいしか使わないよ、あれ、うん、俺もあれ、結構しょっぱいくて、ちょっと薄めたい普通のお茶碗とかだったら違う、もしかして。どうやって作ってる？普通のお茶碗、うん、お茶漬け入ってそうなやつよ。もう、まあ、じゃあ普通のご飯のお茶碗。じゃあ、お味噌汁のお茶碗、ちょっと汁物系のやつ、ちょっとなんか赤っぽいやつ、うん、内側がね、外が黒で、あー、そっちか、うさぎとかが書いてあるやつ、ね、そう、はいはい、それにご飯タッパー半分分ぐらい。どのぐらいのタッパーや、それは、まあ、タッパーはこんくらい。それの半分？それの半分。そんなに入れてない。まあまあちょうどいっぱいぐらい。そう、うん。それを入れて、うん、レンチンして、はいはいはい、でその上に一袋全部かけるよ。でその上にお湯、うん、お湯をこれが底、うん、で縁だとしたら、うん、ここぐらいまで入れる。え？あ、結構入れるね。で薄ってなる。え、濃くない？むしろ。いや、マジか。薄ってなる。いや、マジか。そうなんだ。そうですか。俺、お茶漬け作るとき、うん、そもそもそのちょっと濃い問題があったから、うん、もうちょっと一回り大きいこの丼みたいなのに入れる。俺わかる。やるよね。俺もそう。茶碗だと濃くなっちゃうから。そうそうそう、こういうなんか丼みたいなのにご飯をこう、うん、まあそのぐらいよ、うん、一杯分ぐらい入れて、うん、で、結構お湯をいっぱいにする、うん、そっか。いやそれはもう薄すぎて、そう、何のためにやってんだろうこれって思っちゃうなどうしてんの普段。いや薄って思いながら食べるしかないよだから、うん、あの大きいスーパーとかに行ったら、うん、なんか売ってたら買いたいなと思ったらさ、5パックになってない、はあ、はい、なんか自分でさ調整できるさ、大袋みたいなやつね、あるある、あるんだよ。それを買ってやったろうと思って、ね、好みの濃度にできるもんね。それがいいなと思って。なんかさ、うん、その意味わかんないブランドのやつ買ってるとかじゃないよね。いやいや、もうあれよ、長谷やつですよ。パチモンとかじゃない。パチモンじゃない、パチモンじゃないよなちゃんと王道のやつ。そうかそうか、うん、塩分が半分にされてるやつみたいな。いやいや、そういうのじゃない。そうだよね。いや、マジか、濃いって思ってたんだみんな。どちらかというとね、まあめちゃくちゃ濃いとも思わないけど、すんげえ濃いわけじゃないけど、でもちょっと薄めたいなって思う感じかな。そっか、お茶漬けみたいのもいいよね、朝のね。いいね、いいんだよね、美味しいよね、的なね。いい、美味しいよね。俺あのお茶漬けさ、うん、鮭が入ってさ、うん、ちょっとだけ鮭の赤い油が浮いてるの好きなんだけど、あ、いや絶対美味しいよ、それは。あれうまいよね、絶対美味しい、あれ美味しいよね、うんうん、俺はね、わさびが好きだ。いや、美味しいね、あ、美味しい、美味しいっす、確かに。Thank you.